選定されたことを受けまして、東京都と東京、また和都知事でございます。こちら本日はご質問しているところ大勢ご参集と思いました。ありがとうございました。我が国は世界で唯一、戦後第二次大戦のうちに60周年一貫して平和を貫いてきておりました。その日本でオリンピックを開催することは世界平和への大きな貢献となると信じております。また世界最高水準の環境技術を持つ日本で開かれる大会は地球環境の大切さを世界に発信する絶好の機会になると思います。だったので、そこのところだけで読みたということになっておりますけれども、最近の地下の流の、これまでのオリンピックですと、私は馬術なんですが、馬術あるいはセーリング、こういった競技は非常に遠くで、開催都市から遠くで行われておりました。北京のオリンピックでも馬術は香港、そして、セーリングは、青島と、そういうようなところで行われておりましたが、8キロ圏内に 95% の競技施設を収めることができ、大変コンパクトな、計画になりました。はい、よろしいでしょうか。